はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はですね、ポケモンカード開封動画、第2弾ということで、今回はですね、7月6日に発売になりました、極化拡張パック、ジンライスパーク、ワンボックス開封していきたいと思います。はい、今回の、目玉は、今ここのパッケージにもなってるゼラオラかな。あと、今回 GX は確か、マグカルゴと、マグカルゴと、あとはゲノセクトとかかな。あとビリジオンかなんかが確か GX になってたと覚えがありますけれども。ね。まあやっぱりゼラオラの GX あたりは出てくれると嬉しいなというところですけれども。ね。早速開封していきたいと思います。はい。ということで早速ボックスを開けていきたいと思います。よいしょ。はい、今回の、今日こんな感じですね。はい。さあ、ということで、まあ、いつも通り、まあ、前回もここにね、カードリストが載ってまして、で、まあ、ここにはね、よくコンビニなんかに置いてある、これと交換してくださいみたいなやつがね、ついてますね。はい、ということで、今回もね、早速開封いきたいと思います。まあ、1パック目はね、開封しちゃいたいと思います。さあ、行きましょう。で、さあ、行きましょう。マッギョ。火エンジン。カイロス、ツンベアと、ジャッジマン、サポートですね。はい。うん。なるほど、なるほど。まあ、やっぱりというか、まあ、最初はレアは出ませんでしたけども。うん、ツンベアとかな、個人的に昔結構好きだったイメージがありますけれども。はい、ということで、残り開けていきましょう。2パック目からどんどんいきますよ。お、早速、レアが見えますね。サポート、観光客。はい、マグマック、シママ、ほい。お、カプブルルの、キラーですね。レアですね。はい。で、トレーナーズ。ハイパーボールですね。うん。はい、続いて3パック目。ケムッソ。ケムッソ懐かしいですね。ハギギシリ、アローラディグダ、レキブル、ラプラス。うん。はい。よいしょ。はい、4パック目。お、しまった。今見えちゃった。イワーク、ミックスハーブ、シシコ。はい、これですね。ちょっと その前に後ろを見ましょう。ポケモンキャッチャーと、ドン。はい、ゼラオラ GX ですね。はい、いいですね。かっこいいね、これ。うん、欲しかったんで、個人的にちょっと嬉しいですね。はい。ということで、まずは、GX1 枚目ゼラオラでしたね。はい、うん。やっぱパッケージのポケモン出てくれるといいですね。続いて、はい、パチリス、クマシュン、ヒカリ、お、スレア枠ですね。ビリジオンのスレアですね、これはね。で、ユニットエネルギー。ほほー。綺麗ですね。うん、ポケモンカードのこのスレアのね、この手触り感というか、この、なんだろう。すごく好きですね、個人的には。うん。おー、これはいいですね。綺麗。うん。はい。前回はね、ダイゴのスレアが出ましたけれども、今回は、結構早く出ちゃいましたね。ビリジオン GX ですね。この後に何か見せ場があればいいんですけれども。はい。さあ、続きまして。5パック目ですね。確か S レイってね、1枚だけですもんね。うん。よいしょ。はい。マユルド、足まり、お、カプコケコ。で、こだわりハチマキ。うん。こだわりハチマキは、確か、よくデッキにも使われてた覚えがありますけれども。カップシリーズ2体目ですね。
はい、カップポケコ。はい、どんどんいきますよ。次のパック。はい。マグマグ、マギアナ、マッギョ、ハガネール、エレキパワー。おぉ。なるほど。これはあれですね。ゼラオラとかに使ったら良さそうですね。はい。続きまして。次のパックですね。はい。イワーク。観光客。ドクケイル。ケムスの進化系ですね。はい。こだわりハチマキ2枚目です。はい。さあ、どんどんいきますよ。シママ。アローラディグダ、ハギギシギ、ほい、お、コバルオン。で、エネルギー付け替え。うん、コバルオンは、まあ、ビリジノと同じ時ですね。伝説でしたね、確かね。うん。コバルオンかっこいいですよね。うん。はい。さあ、ということで、続いて。よいしょ。今回トレーナー多めですかね。ミックスハーブ、メークル、マギアナ、ファイヤー。お、ファイヤーも出るんだ。で、スーパーポケモン回収。ほうほう。ファイヤー、サンダー、フリーザー。懐かしいですね。まあ、僕本当に初代からポケモンはやってるんで、うん。懐かしいな、本当に。いいですね、やっぱり。昔のポケモンが出てくるとちょっとね、胸熱ですよ。はい、エレブ、アシマリ、ゴーゴーとヒードランのレアですね。で、エレキパワー。うん。なるほど。いいじゃないですか。さあ、続いてどんどんいきますよ。はい、パチビス、カヒリ、マユルド、アシレーヌ、ポケモン入れ替え。はい。よいしょ。ちょっと一回整理しましょうか。うん。結構トレーナーズ多いですね。こんなに多かったっけ？なんか前回もうちょっと少なかったイメージがあるんですけれども。うん。いいんじゃないですか？で、まあまだ GX 枠が、まずゼラオラしか出てないので、まあゼラオラ以外に誰かで、ゼラオラとビリジョンですね。ビリジョンはちょっと S レア枠なんでちょっとあれですけれども。うん。ねえ。さあ、次、そろそろ GX2 枚目来るかな。アイアント、シシコ、おしゃまり、お、GX っぽいのが見えるので、よし、先に後ろ見ましょう。ツボツボ。で、ドン、ほう、マグカルゴ GX。ははは。は、HP 高いですね。へぇ。特性、クラッシュチャージ。2枚目 GX、マグカルゴでしたね。個人的にちょっとゲノセクトが欲しいなぁなんて思ってるんですけど、まあ、まだ半分ありますからね。もう1枚ぐらい GX 出てくれるといいなというところですね。さあ、ということで、3枚目、次、違うわ。ケムスト、アローラダグドリオ、クマシュン、ビクティニ、カウンターゲイン。ほう、はい。さあ、ということで、前半ですね。前半ラスト。メイク、隠れ音、カスタムキャッチャー、お、ディアルガ。AWM 食エネルギーですね。ディアルガは、ダイパンの時ですね。ダイパンの時はね、僕もやってたんで。でも僕、ディアル、大体ね、青系が多かったんですけど、まあ、青系というか、例えば、そうね、緑、銀、サファイアとかっていう感じのシリーズが多かったんですけど、この時だけね、ちょっと赤系の、パルキアのパールの方を選んだ覚えがありますね。うん。まあ、そんなことはいいとして。はい。で、続いて後半戦ですね。てか前半にあの S レアが出てしまったおかげであんまりね、見せ場がなくなってしまったという、この、ねえ、この後何喋ろうって話ですけども、マグマック、ハギギシリ、観光客トレーナーですね、エレキブルとゼブライカ。はい。
さあ、パッパがパッパが言いましょう、じゃあ。マユールド、オシャマリ、アローラディグダ、ほい、ほ、ディアルが2枚目ですね。で、トレーナーズ、ポケモンキャッチャー。はい、なるほど。なるほど。一回ね、ハイパーレアでしたっけ、見てみたいなとは思うんですけど。ね、まあ今回 S レア出ちゃったんで、多分もうハイパーレアは出ないと思いますが、さあ行きましょう。イワーク、メイクで、クマシュン、ツンベア、エレキパワー、ほい。よし。ほい。アローラ・ダグドリオ、マッキョ、お、キラが見えますね。カスタムキャッチャーからのスイ君。おお、ダブル無色エネルギー。スイ君も懐かしいですね。金、銀、クリスタルの時ですもんね。炎帝雷光スイ君のね、伝説3体。僕個人的に水タイプ好きなんで、スイ君好きですね。いいですよ。すごくいいですよ。はい。さあ、ということで。そろそろ3枚目が来るかな、GX。あればですけど、カクレオン、アシマリ、カイロス、ドクケイル、こだわりハチマキ。はい。よいしょ。お、エレブ、シシコ、なんか後ろが GX っぽいんで、先に、後ろ。ユニットヘ、ユニットエネルギーですね。で、ゴーゴートの後ろが、ほい。おー、ビリジョンの GX、2枚目ですね。はい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 。なるほど。ということは、これでゲノセクトの目は消えたかな？てか、ビリジョンは特性がないんですね。どうなんでしょう。さあ、ということで、行きましょう。続いて、シママ、カヒリ、イワク、アシレーヌ、カウンターゲイン。はい。なんかもう一枚ぐらいね、いいレアが出てくれるといいな。ケムソン、マグマック、パチルス、お、カプブルル2枚目ですね。で、最後がラプラス。はい。そういえば、なんだっけ、プリズムレアでしたっけ？あれはまだ出てないですね、そういえば。はい、観光客、ハギギシリ、ゴーゴーと、ハガネール、ハイパーゴール。はい。あと何パックあるかな？2の C の6パックですね。もう1枚ぐらいなんか面白いの出てくれるといいなと個人的には期待してますけれども。ね。さあ、行きましょう。行きましょう。よいしょ。アローラディグダ、オシャマリ、ミックスハーブ、ビクティニ、スーパーポケモン回収。なるほど。お、光ってますね。メークル、ダグドリオ、エレブ、ほい、お、カプコケコ2枚目ですね。で、最後がツボツボ。さあ、残りが少なくなってきましたよ。残り、この4パックですね。さあ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 、ヤシマリ、マユルド、カヒリ、ツンベア、ジャッジマン。はい。さあ、残り3パック。ちょっとだいぶあれなんで、一回整理しましょうか。やっぱトレーナーズ多いですね、今回。まあ前回僕はちゃんと確認してなかったっていうところもあるので、なんとも言えないところではあるんですが。よいしょ。あららららら。よし。さあ、ということで、残り3パックですね。今、キラっぽいのは見えましたね。アイアント、カイロス、シシコ、普通のレアかな。お、ホワイトキュレン。ほほ、かっこいいっすね。で、お、ダブル無色エネルギー。おー、かっこいいね。ホワイトキュレン、ブラックキュレンですね。ブラック2、ホワイト2の時ですかね。かっこいいですね。さあ、ということで、残り2パック。さあ、Sレアが
ハイパーレアは出るのか、マギアナ、カスタムキャッチャー、マッキョ、エリキウル、ポケモンキャッチャー。さあ、ということでラストでございます。そうか、光ってますね。カクレオン、カエンジン、この次がプリズムレアなんっぽいので、ゼブライカ、そしてドン、お、サンダーマウンテン。これはどうなんでしょうね。お互いの場の、雷ポケモンが使う技に必要なエネルギーはそれぞれ雷エネルギーの1個分少なくなる。このスタジアムは場に出ている限りお互いのプレイヤーが手札からグッズまたはサポートを出して使った時その効果は受けない。これいいんじゃないですか。結構ゼラオラにね使うとかなり使いやすいんじゃないかなと個人的には思うんですけど、はあ、いいんじゃないですかこれは。ということでプリズムレアはトレーナーズのサンダーマウンテンでございました。さあ、ということでまあノーマルはおいあれですけれども、ちょっとねレアの確認をしていきましょうか。はい、ということで改めて、今回出た、レアから見ていきましょうかね。カプブルルが2枚、カプコケコが2枚で、ディアルガも2枚で、コバルオンとヒードランとスイクン、ホワイトキュレムが各1体ずつですね。はい、で、続きましてダブレアですね。よいしょ、ダブレアは、ビリジオン、マグカルゴ、ゼラオラ、そして、はい、戻りますね。この3枚ですね。まあ、個人的にはゼラオラが出てくれたのは嬉しかったですね。まあ、ただ、そうですね、ゲノセクトちょっと欲しかったかなというところですけれども。はい。まあ、また買ってもいいかな。さあ、ということで、続いて、プリズムレアですね。今回のプリズムレアはサンダーマウンテンでした。ね。ゼラオラに使ったらちょっと使いやすそうな感じはしますね。はい。さあ、そして最後、今回の S レア枠は、ビリジオンの、GX S レアですね。GX ポケモンの S レア、H レアは初めてですね。まあ、個人的にはね、レインボーの、ハイパーレアより、なんだろう、ポケモンの色になってるこの GX の S レアが好きなんですけど、かっこいいですね、やっぱり。まあでもね、やっぱりこうやって S レアが出てくれるのはすごく嬉しいですね。はい。さあ、ということで、今回は、こちらですね、強化パック、拡張パック、人雷スパークを、ワンボックス開封していきました。まあ毎月の恒例行事にしても面白いかなということで、またね次の8月に出るボックスもワンボックス開封してみようかなと思いますんで、またねそちらの動画もぜひぜひご覧ください。はい、ということで今回の動画はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。